こんばんは。今回は大阪東梅田にあるお寿司屋さん亀寿司総本店に行きました。行き方ですが、泉の広場 M13 を上がり、まっすぐ南へ20メートル、曽根崎中洲通りを入ってすぐです。私は東梅田駅6番出口より来ました。お初天神通りを横切り、行列のできる人気店にやってきました。お隣の縄寿司も人気のお寿司屋さんで、曽根崎で有名な老舗です。3階建てのレトロな佇まい、いい雰囲気出ています。店内に入れましたが、2階に上がれる階段にて待機。カウンター席が1、2階で、お座敷が3階にあります。予約は3人以上、お座敷のみできるそうです。1階のカウンター席が空きましたので、そこに座ります。創業昭和29年の老舗で、中央黒門市場などから日々仕入れているので、新鮮で美味しい厳選された食材が食べられるお寿司屋さんです。カンパチとヒラメ、イカだったら何が？イカは剣崎がモンゴになりますね。じゃあ剣崎 で、あとマグロください。マグロ。はい。本当で言ってる、そのまま行ってもらって、あ、はい、はい、そのまま食べてもらって、ヒラメにポン酢がついているので、そのまま食べれます。醤油をつけなくても OK です。小皿に醤油を入れてマグロからいただきます。ネタが大きくて分厚くて新鮮で美味しかったです。ヒラメポン酢にもみじおろしの組み合わせ抜群。旨味と歯ごたえがあって美味しい。寿司職人さんが目の前で握ってくれる上質なお寿司をお手頃価格でいただけました。カウンター席の足元に荷物を入れるバッグケースがあるのは嬉しかったです。料理のネタ、値段によって色分けされた札を、お出しした品の分だけスタッフさんが色札を札掛け台に刺していきます。赤貝、芽ネギ、イワシ、エビ、追加で注文しました。その季節ならではのネタや食べたいお寿司いっぱいあります。
ご予算に応じてお任せで握ってもらうこともできます。壁にゴールデンウィークのお知らせが貼ってありました。4月27日から5月6日の期間中、11時30分から休まず営業しますとのことです。ゴールデンウィーク楽しみですね。最後の締めに赤だしを注文しました。魚の旨味がたっぷり入った赤だしでした。お愛想は札掛け台に刺してある色札を見て、スタッフさんが計算してお勘定をお支払いしました。ということで今回は終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。